ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙。なんだ、霊夢。もう最近ずっと暑くない？もう暑すぎるぜ。こんなんじゃ溶けてしまうぜ。もう、夜の分に取っておいたアイス食べちゃおう。おっと、霊夢。夜もまだ暑いんだからまだ取っておけ。その代わりと言っちゃなんだが、ちょっとゾクッとする話を紹介しようと思うんだが、どうだ？それって、怖い話？怖い話だよね？いや、怖い話ではないんだが、感じ方によっては怖く感じるかもな。ということで世界中で発見された亡骸、打ち捨てられた謎生物を紹介していくぜ。確かに。なんとなくゾクッとしそうな話ね。じゃあ、アイスは我慢して、ちょっと聞いちゃおうかな。よし、その返事を待っていたぞ霊夢。じゃ、行くぜ。それではゆっくりしていってね。この子はニューヨーク、モントークの砂浜にある謎の亡骸が打ち上げられたユーマだぜ。体つきを見る限り、哺乳類なのは間違いなく、骨の様子を見るとくちばしがついていることがわかったんだぜ。面白い名前ね、モントークモンスターなんて。というか、ずっと思っていたんだけどユーマって結局何なの？ユーマっていうのは確かによく聞くよな。日本語でわかりやすくすると未確認動物という意味なんだぜ。へえ、未確認動物ね。あと、一つ面白い情報もあってだな、ユーマって日本でしか使われてないんだぜ。いかにも、外国って感じなのに、外国ではなんて呼ばれているの？クリプテッドと呼ばれているんだぜ。分類としては、生き物ではなくオカルトの分類になるんだぜ。オカルトなのね、確かに、存在自体はかなりオカルトだものね。霊夢が少し頭良くなったとこで、話を元に戻すぜ。はい。霊夢もさっき言ってたけど、まあまあ面白い名前だよな。それに、この子みたいな生物が現れたら、結構極秘の研究によってできた生物だの、これは遺伝子研究によるだの囁かれているが、まあ、現実離れしすぎているよな。その説もまあまあ面白いけどね、現実離れはしているわね。骨の身の写真も存在しているんだが、歯が綺麗に生え揃っていたり、首のあたりにも体毛が生えていた形跡があるんだぜ。ほうほう。他にも、正面から見た写真も存在しているんだぜ。よくその写真を見てみると、鼻の穴が確認できて犬歯も確認できる。体毛もまばらに生えているのがわかるんだぜ。なんかやっぱり不思議な生き物っていうか、ユーマって言われているのもわかる生き物なのね。で、いろいろ特徴を説明してくれたけど、結局どういう結果というか、何かの動物ではなくてユーマって決められているの？いろいろ調べられたが結局、上顎の犬歯が欠けて、毛が抜け落ちたアライグマの亡骸とされているぜ。へえ、アライグマの可能性が高いのね。最初に哺乳類って言ってたし、なんとなく納得はできるかも。まあ、アライグマ説が濃厚だが、ユーマ説を推している人もいるからな。霊夢も好きな説を推してみてくれ。はい。と、ここで次の話を紹介したいんだが、実はこの子と似たような生き物が次の年に同じような場所に打ち上げられたんだぜ。え、怖いというか、謎ね。今回打ち上げられた生き物は、凄まじい悪臭で、見た目はモントークモンスターにとても似ているんだが、実際に証明はされていないんだぜ。でも、似たような生き物が打ち上げられたってことは、この子は実際にいる生き物の可能性も出てきたわね。それこそ、アライグマとか。その通りだな、この子の正体がはっきりする日が来ることを願っているぜ。さて、お次はサハリンモンスターだぜ。名前からわかる通り、ロシアのサハリンの浜辺で打ち上げられたんだぜ。またモンスター、どんな見た目だったの？その見た目はとても奇妙でな、体長は6メートル。全身はびっしりと毛に覆われていて恐竜みたいな顎や口をしていたんだ。そんな生き物が、打ち上げられていたら怖すぎるじゃない。怖いだろう？そんな、6メートルもあるよくわからない生き物がそこら辺の浜に打ち上げられていたら、6メートルって霊夢何人分だろうな？怖っ。確かに私何人分よ、泣いちゃうわよ私。それに、さっき紹介したモンスターはアライグマ説が出ていたが、この子に関しては、哺乳類でもあり魚類でもあり。でも、見た目は恐竜で、恐竜は爬虫類。ということは、哺乳類、魚類、爬虫類の3つの特徴を持ってるんだぜ。意味のわからない生き物なんだぜ。正体は不明なのね。謎すぎるわよ。この子が打ち上げられたのは2006年なんだが2018年にも新たな情報が公開されていてな。もしかして、正体が分かったとか？それなら安心。12年経っても正体は分からないままだってな。あ、そうなのね。結局モンスターのままなのね。怖いよな。
もちろん、いろいろ調べた上で何もわからないという結果だぜ。その調べた中でも該当する生き物はいなかったの？白イルカ説やクジラ説もあったが、体毛が生えていたということがやはり違和感だったんだぜ。イルカもクジラも体毛なんて生えてないだろう？確かに。そういうことで、この子の正体は解明されずサハリンモンスターのままなんだぜ。なんか、ずっとモンスターって名前がついているのはかわいそうよね。どうしようもないんだけれど。霊夢が解明したら一番いいんだけどな。私には無理ー。お次は、オーストラリアのタスラという場所に打ち上げられた魚だぜ。名前は？実は名前という名前がついていないんだ。あくまで謎の魚だな。この子を見つけた人はたまたま魚に詳しかったのだが、図鑑にも記憶にも、この子のような魚はいなかったんだぜ。名前すら付けられてないのね。研究が進んでないのかしら。一応研究はしていて、リュウグウノツカイに似てるんぜ？ということは言われているんだが、結局そこで終わったという感じだぜ。あ、似てるかも。結構小さくなった感じね。体長は10から30センチメートルほどだぜ。結構小さいよな。オーストラリアの博物館で働いている人が、DNA を調べてまで真相を探ろうとしたが、結局どの魚とも一致しなかったんだぜ。改めて思うけど、この現代社会でまだわからない生き物もいるのね。だからこそ自然って面白いんだけどな。霊夢も散歩している時に変な生き物に出会ったらまず通報するんだぜ。そんな状況にはなりたくないけど、わかったわよ。次は、スペインの海岸で打ち上げられた通称ツノ怪獣だぜ。なんか、アニメに出てきそうな名称ね。確かにそうだな。見た目もまるで二次元でな、体長が4メートルほど。胴体がとても長くて、頭部にツノみたいなものが生えているんだぜ。まるでドラゴンね。その通りだな。でも、この子みたいな生き物が海岸に打ち上げられてたらそんなことも言えないんだぜ。うわ、会ってみたい気もするけど、怖い気もする。この子も当初はリュウグウノツカイではないかと言われていたんだぜ。また？てかリュウグウノツカイってさっきから言われてるけど、どんな見た目なの？まあ、なんていうのだろうか。なかなかいかつい見た目をしているぜ。人間界でいうヤンキーみたいな見た目だな。ヤンキーみたいな見た目ね。面白い例えじゃないの。結局この子も、リュウグウノツカイっていう結論に至ったの？そしたら、リュウグウノツカイどんだけ打ち上げられてるのって感じなんだけど。って思っただろう？実は、専門家の研究によりクジラカサメの亡骸だとの結果が出ているんだぜ。へえ、クジラカサメね。ちゃんとした結果が出ているじゃないの。上から目線だな霊夢は。でも少し懸念されていたのが、クジラだとすると何かしら大災害が起こるかもしれないということだな。何か関係あるの？海底の時期が変動するせいでクジラなどの生き物が浅瀬に打ち上げられてしまうことも多いんだ。時期が変動すると、岩盤や地形が変わるため、地震や噴火が起こると言われているんだぜ。なんか難しいこと言ってるけど、クジラが打ち上げられたら地震の前兆かもということね。ああ、その通りだぜ。頭がいいな霊夢は。結局、恐れられていた大地震とかは起こらなかったからよかったぜ。そうね。お次は、浜松モンスターだぜ。なんかかっこいいだろう？マリサテンションだか。この子はどこで打ち上げられたの？名前からわかるように日本の浜松だぜ。全長はだいたい 1.5 から2メートルほどだぜ。なかなかサイズは大きいな。見た目はどんな感じなの？鋭い牙が生えていて、おでこにコブみたいなものが見えるんだぜ。その様子からコブダイやウバザメスナメリという説が出ていたんだぜ。似ている生き物が結構いるのね。最終的に、どの生き物かっていうのはわかったの？まあ、結局専門家がしっかり調べていたわけではないからあくまで一般人の見解なんだが、スナメリっていう生き物に似ているんじゃないかと言われているぜ。さっきも言ってたけど、スナメリってどんな生き物なの？イルカの一種だな。おでこにコブみたいなものがあるんだが、とっても可愛いんだぜ。なんていうのだろうか、ニコってしているんだぜ、ニコって。可愛いのね。その話を聞いてると水族館にキーホルダーとか売ってそう。確かに、キーホルダーやグッズにしても売れるくらいには可愛いぜ。でも、牙は生えてるの？イルカって鋭い牙が生えているイメージがないんだけど。まあ、あくまで有力視されている生き物だからな。確かに牙は生えてないけど、写真を見比べてみると確かに似てるなって思うぜ。そうなのね、ちょっと後で見てみよう。お次はまたまた海外へ飛んで、オーストラリアのマジンバビーチという場所で打ち上げられた生き物だぜ。
な、なに、この見た目、赤い。なんかベーコンとか生ハムみたいだろう？全長25センチメートルほど。見つけた人は、とりあえずバケツに塩水を入れて自分の家に持って帰ったそうだぜ。持って帰ってどうするのかしら？さあ、その後は知られていないが、とりあえず保管しているそうだぜ。保管しているのね。結局この生き物は何なのか結論は出たの？見つけた人はツイッターにこの子の写真を上げて意見を求めたら、ミカドウミウシという生き物なのでは？という意見が多いぜ。ミカドウミウシ。すごい、確かに似ているわね。現在でも正体は分かっていないんだが、私はミカドウミウシ説を推しておくぜ。私もそんな気がする。お次は、南アフリカのケープタウン近くの海岸に打ち上げられたエイリアンフィッシュだぜ。エイリアンフィッシュ、名前からちょっと不気味さが出ているけど。全長は15センチメートルほど。真っ赤な体に大きな目。噛まれたら一瞬で引きちぎられそうな大きい牙を持っているぜ。文章だけでも不気味というか怖すぎない？引きちぎられそうってエグすぎ。専門家曰く、この子はクリプスーアーという生き物なのでは？と言われているぜ。確かに写真を見比べてみたら納得できるぜ。よくわかるわね。専門家だからな。干上がってしまい生前の姿はわからないが、おそらく間違いないだろう。干からびていたのね。DNA を調べてないからなんとも言えんがな。もし、またこの子を見つけたら DNA を採取して真相を知りたいところだぜ。最後に紹介するのはきっと霊夢も知っているだろう。スコットランドの海岸に打ち上げられたものなんだが、ネッシーの骨じゃないか？と言われた骨だぜ。ネッシー、知ってるわよ。で、骨が見つかったの？と、言われているんだぜ。大体どのくらいの大きさかははっきりとしていないが、人間と比べるとかなり大きいんだぜ。4メートル以上はあるんじゃないか？骨があるってことは、本当にネッシーがいるってことよね？これってすごい発見なんじゃない？なんで、大々的に報道されないのかしら。おっと、早まるな霊夢。この子はネッシーの可能性があるとは限らない。え？2021年に似たような骨が、またまたスコットランドに打ち上げられたんだぜ。その骨もネッシーの骨じゃないか？と騒がれたんだが、結局は違う生き物の骨だということがすぐわかったんだぜ。結局何の骨だったの？マッコウクジラだな。ヘイクジラね。その話題をここで出すってことは、マッコウクジラもネッシーと間違えられたの？そうだぜ。最初ネットユーザーたちはネッシーの骨だとかもしかしてこれは恐竜の骨じゃとか言っていたが、結局クジラの骨だったんだぜ。夢も何もないわね。だから、さっき紹介したネッシーの骨じゃないか？というのもまあ、クジラあたりの骨なんだろうな。夢がなくなった。さあ、謎の生物について解説してきたが、どうだった？霊夢。思ったより面白い情報っていうか、現代の技術でもわからない生き物が多いのね。正体がわからないのは少しかわいそうな気もするけど。そんなことまで考えてくれるなんて霊夢は優しいな。それに海外に多いイメージもあるぜ。そうね、マリサが結構紹介してくれたけど、日本は一つだけだったものね。私の妄想だが、海外ばかりに打ち上げられるのも何か理由がありそうな気もするぜ。確かに、研究とかしてみてほしいわね。じゃあこれで世界中で発見された亡骸、打ち捨てられた謎生物を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。